こうからの鉄板焼きだけに鉄板。おもろいこと言うな。よーい。はい。はい、カット。いやー、まずこの話いただいた時にまさか雪国舞茸の、キャラクター CM キャラクターに選んでいただけるなんて本当に全くその俳優人生の中で想像もしていなかったので、しかもそのどこかやっぱコミカルで、舞茸の伝道師ですからね、そんな役をいただけるなんて本当に光栄で、しかも本当に、まあ、監督ともその事前に打ち合わせの中で、まあ、自由になんか新しい面白い、皆さんに本当に雪国舞茸の良さが伝わるキャラクターってどういった伝道師なんだろうねっていうところで打ち合わせもさせていただいて、でも現場に来たらもう本当に放任で自由にやってくださいみたいな感じだったので、まあ、ちょっと上がりは、はい、監督がちゃんと責任を持っていただいて、はい、編集していただければ幸いです。いや、僕は 母方があの新潟出身なので、僕も生まれたの新潟なんですけど、結構舞茸は小さい頃から食べてて、こんなに大きな舞茸を見たのは初めてです。本当にあの事前にあの3つほどこの大株の舞茸をいただいて、本当に美味しく、全然もう香りがまた今まで食べたことある舞茸と全然違いましたね。本当に感動しました。まあ、まずはバター醤油でいただいたんですけど、なんかもう少し何か足そうかなと思って、僕の中ではみりんを足したら少し味が変わった感じがして、バター醤油みりんが僕は好きでした。あ、でも味噌汁も美味しかったです。すごく風味がこう、それ香りがもっと立つっていうか、はい、ですか。